老子道徳経第1部第18章ですね、はい、いつものようにトルストイ監修の老子道徳経と、はい、ドリアン助川さんの、うん、バカボンのパパと読む老子から、うん、第18章、うん、大いなるタオが廃れると真の人間性と仁義が現れる。知恵が広まると大いなる憂いが湧く。近親者6人が不和だと親に対する崇拝や子供に対する慈しみが生ずる。国家に内紛があると忠臣が現れる。これね、あまりピンと僕も、はい、僕もピンとこなかったんですよ、うんうん、ただこの、バカボンのパパと読む老子、はい、大いなるタオが廃れ仁義かっこ仁愛と道義が説かれるようになった。なるほど、大いなるタオが廃れて、うんうんうん、仁義が説かれるようになった、うんうんうん、人が頭を使うようになってからひどい偽りがまかり通るようになった、うん、家族が不和となったことで孝行息子や、自負が慈しみの父と書いて、うん、が話題になるようになった、うん、国家が混乱してから忠臣が聞かれるようになったとあります、うん、トルストイの近親者6人というのは、うん、親子兄弟夫婦のことだそうです、うん、ではバカボンが何と言ってるか、うん、大いなるタオつまり大自然の摂理というものをみんなが考えないようになってくると、うん、どういうわけか人間愛とか、うん、道義とか、うんうん、小賢しいことを言う人が出るようになってくるのだ、うんうんうん、現代じゃないですか、うん、みんなが自分の利益のためにあれこれ知恵を働かすようになってから人を騙すようなことが行われるようになったのだ。家族の仲が悪くなったことで孝行する息子とか優しいパパとかが言われるようになったのだ。国がボロボロになってくると王様に忠実に従う家来の話なんかがささやかれるようになるのだ。これでいいのかどうかはわからないが、うん、そういうものなのだ、うん、老子さんあなたが言う通りじゃないですか、うんうんうん、今はもう仁愛でもなく、うん、私はトランスですっていう変な声がで、またその変な声を仁愛みたいな、うん、まあ多分そういうとこですよ。人が考えたなんか価値観みたいな、でそこに国家のお金を使うってよ、うん、で混乱していく。お金がでもこれを老子の時代からこんなんだったって、こんなんだったって話なんでしょうね多分、はい、変わってないって話なんですかね。人はもう変わってないって話なんじゃないですか。だとまあこれでいいのだですね、うん、ほっときゃいいって話ですかね。いいのかわからないけどいいのかそんなものなのだってうん、うん、超えたから悩むのかな、どうなんでしょうね。事故を超えたから、多分事故を超えると、うん、昨日の従業図で言うと、うん、自覚し高くするんですよ、うんうんうん、他人も認める、うんうんうん、で何もしないうちに、うん、何も考えずに他人も目覚めさせるみたいな、うん、あの昨日のあれでいくと8番目ぐらいが事故を超えてる感じがしますね。そうですね、真っ白のところですね、はい、いやそのそこまでは事故な感じじゃないですか。 あそこまで事故です、はいはい、要は俺は超えたっていうのは、うん、超えてないです。超えてない全然超えてないです、うん、はい、面白いですね本当に、うんうん。